台を彩る早咲きの桜も白く霞む中京競馬場です。 G1 昇格から20回目の春を迎えた高松宮記念、依然空位のスプリントは果たしてどの馬か、出走馬18頭で争われます。さて解説は中日スポーツの草野武さんです。草野さん、はい、もう前日から上位人気が目まぐるしく変わるというそんな混戦模様なんですが。そうですね、大接戦でしたね、一番人気争いがね、前に出れば、はい、今も3頭並ぶような形となっていますが、草野さんはその中でどういった馬をお推しでしょうか。ミッキーアイルという馬がね、前走の好調をそのまま維持してますし、控える競馬を覚えさせたのが成功したということでね、はい、で道があるも そんなに苦にしないということをいろいろ総合判断でこれを本命したんですけどね。なるほど、そのミッキーアイル、それから上位人気の中では大和マッチョーレも初のスプリント戦ということにもなりますが、どうでしょう。そうですね、うちの芝が急ピッチで至ってきましたからね、外の差し、先ほどの10レースでも全部6周外から鮮やかに差し決めましたからね、馬場のいいところを選んでまたこのまま吸収してくるでしょうね、はい、その馬場状態も気になるところ、スタート地点には元ジョッキー細井純子さんがいらっしゃいます。細井さん、そうですね、もう3、4コーナーのうちはとにかく広いようです。ですからジョッキーによってはやはり外目の枠に当たったことがいいという声聞こえましたね。はい、そして今ゲート裏なんですけれども、やはり動物記者がゲートを見るとちょっと嫌がるような素振りを見せていました。そしてミルコ・デムロ騎手の大和マチョーレなんですけれども、カメラをちょっと馬が見たんですね。その時、ミルコ・デムロ騎手は日本語で大丈夫大丈夫というふうに馬に声をかけていました。なるほど。さあ際立つのはストレートガールですね。非常に馬を大きく見せていて、昨年とはまるで別馬だなという印象を受けます。今雨の方はどうですか。はい、雨の方は上がっているんですけれども、やはり下の方はかなり湿っていますね。水分含んでいます、はい、やはり今年もスピードだけではない、タフな、そんなパワーも必要となってきそうです。96年の G1 初昇格、三冠馬成田ブライアンの参戦に7万の観衆が夢を見た中京競馬場です。コースもスタンドも改修されました。今回が節目となる20度目の春となります。世界のスプリント王ロードカナロアがターフを去ってから2年経ちましたが、まだスプリント王は空位のまま。今年もスプリント戦初参戦組なのか、あるいは大外枠からストレートガールの悲願達成か。12年ぶりの海外参戦エアロベロシティ、その世界を制したスピードは果たしてどうなんでしょうか。もう一度この中京競馬場に歓声が上がります。今年もここ中京競馬場から春の G1 戦線開幕を決めます。さあそのファンファーレです。宣言も2頭いますが、先行争い早くなりそうですよね。アンバルグライベンがね、枠を主張してくるでしょうけどね、各3本がそれに絡むのか、それとも離れた2番手で抑えるのか、そこがポイントでしょうね。どちらに転ぶか、はい、ペースの方もあるいは速くなっていくんでしょうか。さあそして細井さん、そうですね、もう実枠は入りまして、今サドンストームが入るところなんですが、はつらつとした表情でゲートに入ってきました。ミッキーよりも硬さがいつもよりもないなという印象を受けますね。はい、その今ミッキーアイルがこれからゲートへと向かいます。さあ残すところストレートガールとなりました。はい、イダテンゾロイ、多士生成、スピードプラスパワー、さらにジョッキーのゴーストリ、決断力も試されます。桶狭間決戦です。高松宮記念、今スタート、大和マッチョーレは後方から、さあそしてデムチューリテ、アンバルグライベンがいった、エアロビルシティも好スタート。さあそして外から白山ムーンはどう出るか、白山ムーンは競りかけてはいかないぞ。それからインコースリトルゲルダ、外の方からピンクの帽子が上がっていくミッキーアイルだ。さらにはそのうち脇のブレイブ、インコースから3番のロングサージュ、外を通って他のリチャード盛り合いついている。さらにその後ろですが赤い帽子サドンストームがいた、外を通っては桜のスプレス背足にかける、あとは外から東方アマコーラ、ピンクの帽子はストレートガール、悲願達成なるか、9番のレッドオーバルで、さあそしてその後ろ白い帽子オリーブンもいた、もう出遅れた大和マッチョーレは後方外を回していく、マジンプロスパー最後方で4コーナーのカーブから番組一体となって直
線コースに行きました。さあ、馬場の3分の頃から外、ここで白山軍か、白山軍がついに悲願達成か、外の方からミッキーアイル、さあ、そして日本の他のリチャードも上がってくる、間からはエアロベロシティ、エアロベロシティ、ミッキーアイルだ、ミッキーアイルが踏み込んでくるか、まだ白山軍が頑張るぞ、白山軍か、白山軍か、世界を制したエアロベロシティか、エアロベロシティがここで抜けた、これが世界を制したスピードとパワー、ガッツポーズのザカリーパートンです。世界の力が日本スプリント界をも飲み込みました。初の海外遠征マイナス16キロ、ものともしませんでした。これが世界のスプリント王です。勝ち時計1分8秒5というタイム、あの昨年の香港スプリントは逃げて制しました。今日はやや控える位置から最後はミッキーアイルとの追い比べ制していきました。悲願に向けた白山軍をもねじ伏せました。これが世界の力か、エアロベロシティです。さて草野さん、はい、最後激しい攻防の中、随分といろんな不安材料があったかと思いますが、